おはようございます。ドライトニュースの時間です。統合版マインクラフトベータ版バージョン 1.14.2.50 のアップデートがありましたので紹介いたします。まだバージョン 1.15 のベータ版のアップデートはまだ来ておらず、ネザーアップデートはまだのようです。それでは早速紹介していきます。まずはトライデントが8のブロックの側面で連続的にバウンドしなくなりました。現場の BKB さん、ヒーや統合版マインクラフトベータ版バージョン 1.14.2.50 のアップデートがありましたので紹介いたします。こちらはミツバチ関連のバグの修正です。ミツバチ先にブンブン。こちらの8のブロックで、前回までは側面にトライデントを投げると滑って降りたり、1ブロックで止まりずっと音が鳴り続けるバグを紹介いたしました。それが修正され、このように止まってしまいました。アイテムなどのエンティティは滑り落ちていきますが、トライデントや矢はそのまま止まるようです。アクセル全開で降りてもいいと思うんですけどね。バイクだけに1分。最後のニュースはこちら、マイクラトピックス。こちらのニュースはちょっとした変更点やバグ修正など細かい情報を Google 先生で翻訳した通りに紹介するコーナーです。それでは紹介していきましょう。まずはクラッシュパフォーマンスに関する修正です。ゲームプレイ中に発生する可能性があったいくつかのクラッシュを修正しました。続いて全般の修正です。ゲームをリロード時にスキンパックのクラシックスキンが保存されるようになりました。続いてゲームプレイに関する修正です。2つの8のブロックの隙間から発射物を発射できるようになりました。8のブロックとピストンに押されたり引っ張られたりしてもプレイヤーがバウンドしなくなりました。続いてモブに関する修正です。ミツバチが炎上している蜂の巣や巣箱から飛び出したり出たりすることがなくなりました。最後にマップメーカーとアドオンクリエイターに関する修正です。プレイヤーがテレポートされてスムーズに回転するのを妨げていたバグを修正しました。遠隔攻撃に使用されるセンシングコンポーネントは以前と同じようにビュー方向を計算するようになり、モブが Y 軸でターゲットを見ることができるようになりました。ビヘイビアパックアニメーションが Android で動作しない場合がある問題を修正しました。マーケットプレイスマップでカスタムエンティティに乗るためのコマンドの順序を修正しました。以上、統合版マインクラフトベータ版バージョン 1.14.2.50 のアップデート内容でした。 1.14.2 ということは近日中に正式にバージョン 1.14.2 が来るのでしょうか。バグ修正はいいんですが、バグが出ないようにベータ版でしっかり修正してほしいですね。頑張ってください。それでは良い一日を。